だから指数関数的に世界の富が増えるんですよ、うん、で世界の富が増えれば増えるほど我々はいわゆるその肉体労働とか、うん、嫌な労働しなくてよくなるんですよね、うん、なんていうのかな、僕は政治家になるんじゃなくて政治家にレクチャーするみたいな、うんうんうん、うまくその人の手柄にしてあげるみたいなことをどんどんインプットしていく方がやりやすいなって分かりました。で政治家って結構使えるんですよ。僕ロケットをやってるから、うん、すっごい政治家に会ってるんですよ今、うん、あの人たちちゃんとインプットしたらちゃんと動いてくれるんですよ。官僚より動かしやすい。全然官僚より動かしやすいです、うんうん、要は力関係ってグーチョキパーの関係みたいなもんなんで、はいはいはい、あの官僚は国民に対して強いけど官僚は政治家に対して弱いんですよね、うん、で政治家は国民に対して弱いんで、うん、選挙で受かんなきゃいけないから、だからまあグーチョキパーの関係になってるんで、はいはいはい、僕たちが強いのは政治家なんですよ。政治家は僕たち選挙で選ばれてるんで、うん、国民の影響力がある人の話は聞かなきゃいけないんですよ、うん、だから僕の話聞いてくれるんですよ、うんうん、でそこでいろんな手柄を立てさせてあげれば、そうすると彼らは僕の言うこと聞いてくれるじゃないですか、うんうんうん、それが一番いいです。で僕もったいないことしてたなと思って、政治家ってこんな言うこと聞いてくれるんだと思って、うん、もっと早くから言っとけばよかった。政治家って官僚から説明受けるから生の情報というか、これからこうなるとかいう話全然あいつら入ってこないもんね。いや、ああいう籠池さんみたいな人は言ってんですよ、うんうん、要はなんで籠池さんが政治家に近づくかっていうと、うん、彼ら補助金をもらわないと生きていけないようなちょっとボンクラなわけですよ。だから頑張って政治家のとこ行ってんだけど、うん、僕ら別に政治家に頼らなくても生きていけるじゃないですか、うん、だから頼ってなかったんですけど、まあさすがにロケットはライバルがグローバル企業で、うん、スペース X とかと戦わなきゃいけないんで、うん、じゃあスペース X はアメリカ政府から何千億ももらってるわけですよ、うん、勝負になんないじゃないですか、うん、僕たちも何千億もらわないと勝負になんないんで、もらえますよっていう話をしに行ってる。だから政治家に頼むのはいいですよ、すごく。 AI のこれから何か始めようというやつは政治家にやっぱ頼んだりもする。 AI はあんまり頼まなくていいかな。AI で雇用が奪われる話ってすごいあるけどさ、雇用ではないんですよね、うん、AI は世界全体の富を爆上げすると思ってるんですよ、うん、要はこの1世紀って、うん、イノベーションでものすごくこう世界の時価総額って伸びたわけじゃないですか、うんうん、日本だけはちょっと取り残されちゃったんだけど、この30年ぐらいはやっと日本も団塊の世代の人たちがどんどんいなくなって良くなってきたんですよ。要は富を増やせばいいだけの話なんで、うん、インターネットが出てきたおかげで知の共有がされるようになって、指数関数的にイノベーションが加速してるんですね、うん、今だから指数関数的に世界の富は増えるんですよ、うん、で世界の富が増えれば増えるほど我々はいわゆるその肉体労働とか、うん、嫌な労働しなくてよくなるんですよね、うん、だから雇用ではなくて遊びなのかもしれないんですけど、うんうん、雇用が生まれるっていう概念はちょっと違うかなと思います、うんうんうん、じゃあこれから世界中の富が増えるとして、はい、その富は誰の元に行くの？もちろんその富は集中するんで、うん、格差は広がる状態にあるんだけれども、うん、最低生活保障みたいなものっていうのはどんどん底上げされてきますよね、うんうん、では近い未来っていうのは、うん、あんまり役に立たない、つまり AI ほど役に立たない人は遊んでてください、お金は差し上げます、ですごく役に立つ人は AI とかを使って遊んでどんどん世の中を面白くするか利益が上がることを考えてくださいっていう風にみたいな感じになると、はいはいはい、うん、だから奴隷と貴族ではなくて、うん、大量の遊ぶ役立たずと、うん、めちゃくちゃ働くやつらになっていく。まあだからマトリックスの世界ですね、うん、みんなエージェントスミスになるじゃないですか。でもマトリックスの世界って言ったらみんな部屋閉じ込められてっていう風に考えちゃうんだけども、うん、実際は生活に必要なお金と遊ぶのに必要なシステムをもらって、まあ、毎日ブラブラしててくださいと、人口が減らない程度に子供作ってくださいぐらいな感じ。人口は減ってもいいんじゃないですか。ただ人口って絶対底打ちすると思ってるんですよ、うん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 、なぜかっていうと子供作りたい族の子供ばかりになるじゃないですか。だからどっかで底打ちすると思います、うん、日本列島で一番みんなが幸せに暮らせる人数は3000万人って言ってるよね、うん、そういう世界観もありかもしれないですよね、うんうんうん、その時の50年後か100年後ぐらいの3000万人っていうのはおそらく、子供作りたい人がちゃんと作った子供ばっかりになるだろうということだよね。でそうでない人は一生あの生活も保障されるし遊びも保障されてるから、うん、別に独身でも構わないし恋愛もしなくて構わないから遊んでてください。かなり分かんなくなると思うんですよね、うん。